健一です。今回も動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今日は12月10日金曜日、最近は遠くまでドライブに行くことが多かったんですけども、久しぶりに近場でですね、街歩きなんかを兼ねて兵庫の笹山という場所に行ってみようと思います。2021年10月ぐらいからコロナの患者さんの数が減り始めて、そこから結構好きにドライブに行ってるといった感じですけども、遠くに行くことが多かったので、たまには近くもいいかなということで、近くを散策してですね、いつでも行ける場所を作っておこうみたいな、そんな感じにお出かけしてみようと思います。笹山までの道のりはですね、本当によく走るんですけども、街歩きをするということは全然ないんですよね。ちょうどいいドライブコースなので、車に乗ってですね、車を走らせて笹山の辺りをぐるっとして帰ってくるみたいな感じしかしたことないので、街歩きをしてですね、笹山がどんな場所なのかっていうのをですね、改めて感じながらですね、今日は過ごせたらいいなと思ってます。笹山はですね、自宅の方から1時間ちょっとで行けるぐらいの圏内になりますので、本当に近い場所なんですね。近くて、そして結構いい場所ということなんですよね。笹山だったらですね、こういうの秋とかだとボタン鍋が有名だったりですね、松茸が有名だったり、あとはもうあれですよね、黒豆ですよね。黒豆とか黒枝豆がすごく有名だったりしますので、いろいろな有名なものがですねある町ということになります。食べるものばかりをですね言ってしまいましたけど、町の方に行くと結構いろいろ町の雰囲気っていうんですかね、もうかなりいいということなので、久しぶりの町歩きをですね楽しんでみようと思います。走っている道はですね兵庫県の県道12号線という場所になります。稲川渓谷ラインというですね、僕がドライブでいつも走る場所ということになります。見慣れている景色ということにもなりますので、動画を多数見ていただいている方はですね、走っている道にはなりますので、同じ道だなと感じていただける方も思います。ここで兵庫県川辺郡の稲川町からですね、丹波笹山市の方にと入ってきます。意外と近いんですよね。ここまで1時間かからないぐらいで来ることができます。まだしばらく山道の方を走ってですね、市街地の方へと向かってきます。めっちゃおもろくない？だってほら、黒豆大豆発祥の地。でもなんか撮影あかんもんね。これ大丈夫なのこれ。このまま丹波笹山の町を歩こうとも思ったんですけども、笹山で行きたかった場所ですね一箇所ありまして、前にも行ったことあるんですけどもね、パン屋さんの方に先に行こうと思いまして、この場所は丹波笹山のですね中心地に近いところになるんですけども、ここから30分ぐらいかかる場所にですね、なごみパン緑屋さんというところがあって、前にもですね行ってるんですけども、そちらの方のデニッシュがどうしても食べたかったので、そちらの方からですね先に行くことにしました。丹波の町を抜けていきまして、国道372号線ですね、出鑑所街道という通称がついてる場所までですね走っていって、そちらの方を西へ向けて走っていきます。国道372号線の方へとやってきました。もうあれなんですよ、丹波笹山の中心地からすぐそばの道路っていう感じになりますので、ここまでやってくるのはですねそれほど時間がかからないといった感じになります。この道に出て大体30分ぐらいかかるかなといったところですね。丹波笹山のですね近田という地域に和みパン緑屋さんがあります。近田という地域はですね、丹波とか
立ち食いとかそういう名前の焼き物ですごく有名な場所ということになりますので、その地名よりですね、焼き物で有名な場所ということになります。陶器市が開催されたりとかですね、窯元がたくさんありますので、その窯元を巡ったりとかですね、陶器作りの体験をしたりとか、そういうことをするのがですね、すごくいい場所ということになるみたいですね。今回は時間がないのでそのようなことはしませんけども、ただですね、丹波篠山、あちらこちらにですね、いい場所があるっていうのはよくわかりました。みのり屋さんの道はちょっとわかりにくいんですけども、住吉神社のですね、看板が見えてきたらですね、すぐの曲がり角を右へと曲がっていきます。細い道になってしまうので、ちょっと最初はですね、こっちでいいのかなみたいな感じになるんですけども、ナビに入れてたらですね、間違いなく案内してくれますし、住吉神社をですね、目印に曲がれば大丈夫です。本当に村の中にある、村の中って言ったらいいんですかね、本当に集落の中にあるパン屋さんっていう感じで、もう民家でやっておられる場所なので、なかなかね、こういうところにパン屋さんがあるっていうのってわからないと思うんですけど、すごい人気でですね、土曜日と日曜日来ると並ばないと絶対買えないみたいな感じですね。12時オープンと思っていたんですけども、張り紙がですね、12時45分オープンということになっていました。そしてですね、そこからさらに30分ぐらい待ちましたかね、ということで、ここでですね、1時間半くらいパン屋さんが開くのを待ちまして、パンを購入しました。パンを購入するまでの間ですね、1時間半ぐらい待ちましたけども、その間にですね、何名か来られてて、結局帰る時にはですね、5人ぐらいは並んでたかなという感じになっていました。また他のところを何か探してもよかったんですけども、人がいっぱいになって、今回目的だったですね、デニッシュが買えなかったらちょっと寂しいなっていうことだったので、景色を見ながらですね、車の中でのんびりと1時間半ほど過ごしました。またここからはですね、国道372号線を笹山の方にですね、戻っていくっていう感じです。笹山の方というよりかは、笹山の市街地と言った方がいいんでしょうかね、そちらの方に戻っていくという感じになります。せっかく焼きたてのパンを購入したので、この辺笹山でですね、食べれるところがあったらいいなと思って、車を止めてですね、景色を見ながらっていう感じで考えてたんですけども、なかなかですね、泊まれるところがなくて、うろうろと探したりしました。近くに公園があるよっていうことで、その公園ですね、案内してもらったりもしたんですけど、その公園の場所がですね、全然わからなかったり、めちゃくちゃ細い場所に行ってしまったりとかですね、して、全然車を止めれるようなところじゃなかったので、またそこから探すということをしまして、そしてですね、なんかここ大丈夫そうやなというところに車を止めてパンを食べることにします。オデッセイハイブリッドの後ろですね、リアハッチを開けて、テーブルを置いて、こういうスタイルで食べるのがですね、もう最近の定番という感じになってますね。外食するのもいいと思うんですけど、こういう形本当に悪くないですよね。いただきます。味がしっかりしてるタイプの惣菜パンです。味濃いめの人が好きなんだったら多分美味しいと思います。肝心のデニッシュの映像が撮れていなくてですね、
もう緑屋さんといえばデニッシュがダントツで美味しいのでデニッシュがおすすめですね。まあ、今写真に上がってるのがパイナップルのデニッシュなんですけども、本当に皮はサクサクでですね、果物の甘みもしっかり感じることができて本当に一品です。今まで食べた中では僕はここが一番好きかなと思います。このデニッシュを食べるだけでもですね、行く価値が十分あるかなと思ってます。車を止めて緑屋さんのパンを楽しみまして、ここからはですね、笹山の市街地の方まで行きまして、歩いていこうと思います。時間はですね、3時を過ぎてしまいました。県道77号線笹山城南を右へと曲がりまして、またですね、笹山の市街地の方へと入っていきます。左手には笹山城跡のお堀が見えているんですけども、で正面がですね、笹山市役所ということになります。こちらの方を左に曲がりまして、駐車場の方がですねありますので、そちらの方に停めていきます。市役所の駐車場には停めませんけどもね、市営の駐車場が用意されていますので、そちらの方に車を入れていきます。平日で時間帯も3時ということもありましたので、駐車場はですねガラガラということになります。1時間だったと思うんですけど、無料で止めることができますので、こちらの駐車場を利用すればいいんじゃないかなっていう感じです。こういう駐車場があちらこちらに用意されています。ここ丹波のですね、広岡製菓さんで買ったおかきです。こちらが山椒ということになってて、もう一つがチソですね。この2つを購入しました。結構あれなのね、綺麗な街並みやね。地元の人のお店って感じですね。完全生姜やもんね。閉まってたりして。あかんや。ここやん。ここじゃん。どうする？入る？残念なことに栗まんじゅうは売り切れになっていまして、買うことができませんでしたが、この3種類の大福を買いました。まあでもね、これは
餅の部分ですよねがめちゃくちゃ美味しくてですね、僕一番美味しかったのはブルーベリーチーズ大福ですけど、まあ、こんなに合うんだなという大福にもうすっごい実感してですね、ここも笹山に来たらぜひ寄ってもらうことをお勧めしておきます。次は栗まんじゅうをですね買ってみようと思います。ここから先もですね、もう少しだけ笹山の街を散策してるんですけども、この先はですね次回の動画ということにしようと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。最近でもゲート